旧ガイドラインと新ガイドラインを比べると、まあ、なんか変わってるところがあるんです。で、変わってるってことはわざわざ変えてるわけなんで大事なところですから、そこの話をしていきますね。皆さんこんにちは。弁護士法人 ALG& アソシエイツ弁護士の沖田です。今日はですね、任天堂が著作物の利用に関するガイドライン、こちらを更新しましたので、そちらについてお話をしていきたいと思います。任天堂はですね、ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドラインというものを2018年11月29日に公表して以来ですね、まあ、折に触れてこのガイドラインっていうのが改定をされてきたというところです。このガイドラインに従うとですね、任天堂は著作権侵害を主張しなくなるっていうルール、これをわざわざ定めて公表していただいているというところなんです。すごくクリエイティブですよね。2024年9月の2日にこの内容に一部改定がありましたので、まあ、この機会に見ていきたいなと思います。あくまでこの動画でお話しする内容は任天堂とは無関係な一市民であるこの私が公開されている情報からこれをこういうふうに読みましたよっていうものでしかありませんので、興味持たれた方はね、公開されているガイドラインの原文にあたって確認をなさってください。繰り返しになりますが、このガイドラインっていうのはネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドラインという名前のものです。 X 等の SNS でゲーム画面、静止画あるいは動画、これをアップしたりとか、 YouTube 上でプレイ動画を実況付きでアップしたり配信したりとかっていう場合に関係する、そういうものになります。で、このガイドラインなんですけれども、読み解く上ですごく大事な考え方があります。で、それはもう次の1点につきます。この次の一文ですね。任天堂は当社が創造するゲームやキャラクター、世界観に対してお客様が真摯に情熱を持って向かい合っていただけることに感謝し、その体験が広く共有されることを応援したいっていうところに、全部ギュッと集約されてるんじゃないかなと思います。その体験が広く共有されることを応援するために著作権侵害を任天堂は主張しないし、そのためのルールを明確にして公表しているんだというところが一つ目で、二つ目としてお客様が真摯に情熱を持って向かい合うっていうところが、重きを置かれているフレーズなんだけれども、真摯に情熱を持って向かい合うとは何かというと、創造性を発揮して新たな情報を付加するというところを、これを要求してるんですね。なのでガイドライン中のね、 Q&A の中の A の1っていうところに書いてあるんですけれども、お客様ご自身の創造性やコメントが含まれた動画や静止画が投稿されることを期待してるんです、任天堂側は。いや、すごくこう器が大きいですよね。そんなガイドラインの根本的な思想っていうところがありますよと。で、今回こう改定された内容にちょっと着目していきたいなと思います。旧ガイドラインと新ガイドラインを比べると、なんか変わってるところがあるんです。で、変わってるってことはわざわざ変えてるわけなんで大事なところですから、そこの話をしていきますね。旧ガイドラインでは、違法または不適切な投稿に対して法的措置を講じる権利を保持していますっていうことが書いてあったんです。旧ガイドラインでは。そりゃそうですよねっていうことが書いてあるんだけども、改定によって新しい文書が付記されています。そのような投稿を行った者に対しては以後の任天堂のゲーム著作物の使用を認めない権利を保持していますと、一段と具体的な追記がされています。著作物の使用を認めないとまで、任天堂に言わせる出来事って何だったんでしょうかね。配信者がなんかダメなことを言ったりやったりとかしちゃったんでしょうかね。それがすごく目立ったとか、そんな事情なんでしょうか。いずれにしましてもですね、よほどのことがあったんじゃないかなと思いますが、非常にこう悲しいことかなとは思います。で、次に変わったところいろいろありますけれども、ポイントだけ押さえていきますが、不適切な投稿の具体例が追加されています。新ガイドラインになったことによって意図的にゲームの進行を阻害するだとか、攻撃的、侮辱的、猥褻または他人に不快感を与えると認められる発言や行動に関するものという具体例が追加されています。わざわざここ具体化するくらいですから、実際にそういった意図的にゲームの進行を阻害するとか、攻撃的、侮辱的、猥褻または他人に不快感を与えると認められる発言や
行動があったないし、そういう投稿した人がいるということなんでしょうけども、そんなやつ本当にいるんですかね。まあ、要はその任天堂のゲームをする中で意図的にゲームの進行を阻害するっていうのは、多分なんか自分一人ではできないゲームなんでしょうかね。複数名でないとできないゲームがあって、他の人のプレイをこう邪魔するとか進行を阻害するとかっていうことを意図的にできるようなゲームがあるっていうことなんでしょうけど、わざわざそんなことをする人がいるんですね。攻撃的、侮辱的、猥褻、または他人に不快感を与えると認められる発言や行動っていうのは、まあ、多分そのゲームの中でそういう発言や行動ってなかなか難しいかなとは思うんですよね。だからなんか配信している時にそういった言動があったとか、あ、そういう話なんでしょうか。いや、なんかこうこれをわざわざする人って本当にいるんですね。ちょっとびっくりしました。まとめになりますけれども、全体としてゲームを使って人を不快にする配信ないし投稿について、まあ、かなり規制を強めているっていうような印象を今回私は受けました。私が言うまでもないんですけど、まあ、ゲームするときはね、自分も楽しく人もまあ楽しくさせるような、そういう遊び方を目指した方がいいんじゃないですかねっていう、そういうお話でした。ガイドラインについてはですね、ご興味ある方ないし、まあ、配信とか、まあ、SNS でゲームの画面投稿するよというような人は、まあ、必ず原文を必ずチェックするということを習慣づけていただければと思います。本日私がお話ししたいことは以上です。ご清聴いただきましてありがとうございました。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。